はい、こんにちは、ピカですけどね、我々グランツーリスモファンにとってね、嬉しいニュースが飛び込んできましたということで、ちょっとね、それをね、説明したいと思います。洗車しながらね、ちょっとやっていこうか。なんとグランツーリスモ7がね、オリンピック種目になった。すごいことない？ちょっとその記事見ようか。その記事ちょっと見てみよう。こちらですね。すごくない？オリンピックのマークついちゃったよグランツーリスモに。なんとオリンピック e スポーツシリーズというのが今年ね、初めてかな、ちょっと間違ってたらごめんなさい、シンガポールで開催されるということですね。6月22から25にかけて。あれ、俺これちょうどシンガポールにいるんじゃないかな。ちょうどシンガポールにいるような気がする。オリンピック e スポーツシリーズ2023モータースポーツイベントの競技タイトルとしてグランツーリスモ7の採用を発表しましたということで、すごいよね、この名前がすごくない？国際オリンピック委員会 IOC 国際自動車連盟 FIA ね、ほらここにポリフォニーデジタルが並んじゃうっていうね。いや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 、あのグランツーリスモ1、2、3、4と来てね、なんか間にいろんなタイトルあったけどね、そして GT アカデミーでね、我々が学び、私もそれで実車に憧れ、レースまでやってしまうというね、こと、その歴史の中でずっとね、我々が楽しんできたまあ生涯をかけてと言ってもいいでしょう、生涯ね、青春を捧げてきたグランツーリスモがですね、なんとオリンピックタイトルだよ。すごくない？いや、何がすごいってさ、自動車の競技でさ、オリンピック競技になったら、いや実車も含めてだよ、実車声占っちゃってるけどさ、俺実車も含めてなかったことないっていう、いやそこがすごいのよ俺の中で。いやいやね、じゃあ F1 がさ、ね、オリンピック種目になったのかって、そうじゃないじゃん、ね、じゃあカートがさ、オリンピック種目として採用されたのかないじゃん、ね、じゃあラリーがないじゃん、ゲームがだよ、車のね、ほらモータースポーツでさ、かつてオリンピック競技、いやごめん、ちょっとオリンピック紐解いてあるの、あるんですかこれ、ちょっと分かんないけど、ないよね、ないと思うんだけど、あるのいやないと思う。それがさ、グランツーリスモ7、なんと誇らしい。我々ユーザーとしてはもうなんか、なんだろうね、ゲームばっかりしてないでちょ勉強しなさいみたいなさ、まあ、言われてた時代から、オリンピックですよ皆さん、どうですかこれすごくない？私がね、拙い読み上げでね、読み上げていこう。オリンピック e スポーツシリーズは IOC が各国連盟やゲームパブリッシャーと協力によって開催する世界規模の仮想バーチャル競技会で、モータースポーツでなく様々なバーチャルスポーツによる競技が予定されていますと。まあ、そこはまあどうでもいい、どうでもいい、どうでもいい、どうでもいい。我々はもうグランツーリスモがね、このモータースポーツとして初めてオリンピック種目になったという、このさ、なんか逆、それを抜かしてみたいな実写抜かしてオリンピック種目だぞみたいな、なんか実写より格が上がっちゃったみたいな、あすいませんねって、あすいません、ゲーマー通りますみたいな、なんか、あ実写ですか、あ我々ちょっと、あオリンピックでみたいなそんなことないけどね、バカにしてるわけじゃないけど、いやいやほんとそれなんかみたいな、ゲームだろって、所詮あお前らやってるゲームだろって散々バカにされ続けてきましたよね。それがオリンピック競技だよ、どういうことっていうね。グランツーリスモまた たった1ページをお前は20分もかけて説明するのかっつってね、言われちゃいますけどね。いや説明しますよ、俺自分の感動を伝えてますよ。グランツーリスモユーザーとしてはね、たまらないでしょ、だって本当にグランツーリスモシリーズね、山内さん、我々はオリンピック e スポーツシリーズ2023へのグランツーリスモ参加を非常に喜んでおり、まあそりゃそうだよね、悲願と言ってでもいい、悲願ってあったかどうか、まあ、ちょっと知らんけどね。いやそりゃそうでしょ、でもグランツーリスモのファンとそのコミュニティも非常に良いことだと、いやさ、そりゃそうっすよ、めちゃくちゃいい、ありがたい、ありがたい、ゲームする堂々とオリンピック競技に必要なんで PS5 を買ってくださいって親に言えるというね、すごくないこれね、お前何言ってんのみたいなね、何言ってんのみたいな、いやいやオリンピックがあるんでハンコン買ってくださいみたいな、すごいね。またスラストマスターで行くのかな、ちょっと分かんないけどね。私たちが今見てるのは我々が2008年に GT アカデミーを開始した時に始まったもので、そうですよね、
まあ、いろんなことありました。ちょっとあんまこのおめでたい場では言えないようなね、苦労もたくさんあったのも我々は見てきてます。はい、そこではバーチャルからリアルのレースを目指したわけですが、当時バーチャルとリアルは別々に分けて認識されていた。いや本当そうですよ。いやいや、まあ今でもまああるけどね、今でもあるけど、うん、今でも少なからずありますけどね。まあヨーロッパの方だとだいぶなくなってきた認識あるけど、やっぱ日本ではね、なんかゲームはゲームだろうっていうね、根強いこうアンチみたいなのがいますけどね。まあまあそういうのは無視したとして、それから10年経った今、私たちスポーツの世界が進化し、確かに素晴らしく進化した。バーチャルとリアルの接点が増えました。いや確かに、より連続的なものになっていくという変化を見ています。うん、確かに重いね。いろんなことがあって、結果的にまあグランツーリスマ上がりのレーサーっていうのがね、プロでもいてね、いやもちろん私もそうですよ。こんなねアマチュアレーサーとして実際こう車の運転学んだのはグランツーリスモですから、私もそうですよ。私もグランツーリスモで運転を覚えて、で車の運転をし、そしてレースまで参加するというね、そしてグランツーリスモで富士を練習し、コースレコードを取るというところまでやらせていただきましたよね。あんまり俺をモデルケースっていう感じのなんかイメージ戦略はあんまり良くないと思うけどね。すみません、おっさんがね、おっさんって、もいやまあまあおっさんしか見てないから、イメージとしてちょっとあんまりね、あんまり良くないと思いますけど、思いますけど、まあ実際まあそうなんで、ちょっとね申し訳ない、申し訳ないけどね。オリンピック e スポーツはそのプロセスの第一歩だと考えています。なるほどね。うん、確かにいろんな、まあだから接点は確かに増えたし、まあね、グランツーリスモだけに限らずね、でもそのグランツーリスモは絶対外してないと思うんだよね、みんなね。グランツーリスモからの、まあ、ステップアップっていう言い方がねちょっと妥当かどうかも分かんないけど、いろんなレースシミュレーターを経験して、それとの、まあ、実写がつながってるとか、はたまた実写の練習に、まあ、シミュレーターを使うなんていうのも今当たり前のことだからね。そういう変化をもたらしたっていうのは確かだと思います。オリンピック e スポーツはそのプロセスの第一歩だと考えています。アスリートたちはバーチャルとリアルの間をシームレスに移動するという経験をキャリアの中で持つことになるでしょう。スポーツはこの100年の間も進化してきましたが、これはその最新の進化です。ああなるほどね、そういうふうに、あなるほどね、いやそうだよね、まさにその通りだし、そうなったよね、そうなった、あ行ったり来たりするもんね。もう我々はスポーツの進化、確かにこの e スポーツっていうものができて、やっぱりスポーツが進化したっていう考え方もあるし、そうだよね、バーチャルとリアルの間を行き来するということが面白いね、感慨深いね。確かにゲームの訓練の一環で実写をやるっていう、逆のこと言ってんけどね俺。でもそういうこともあり得るわけじゃん。面白い、実に面白い。FIA スポーツ担当副社長ロバート・リード氏、オリンピック e スポーツシリーズ2023はさまざまな面で価値のあるコラボレーションだと考えています。 FIA が IOC およびグランツーリスモと2回目のタッグを組み、このイノベーションに満ちた e スポーツイベントのために力を合わせることを非常に嬉しく思います。私たちはモータースポーツへの参加を倍増させる目標を掲げており、オリンピック e スポーツシリーズは私たちの素晴らしいスポーツの魅力を新しいオーディエンスに広めるという戦略と完全に合致します。 e スポーツは従来の参入障壁のほとんどを取り除いてくれるため、より多くの選手が参加できるようになり、平等さ、多様性、社会の包括性という意味でも素晴らしい取り組みとなりますと、まあ、難しいことちょっとおっしゃってますけど、これはね実はグランツーリスモというか、まあ、山内さんがずっと言ってたことなんですよね。言い方悪いけど FIA に言わせるっていうさ、いやこれすごいよね、これがなんか、いやすごいよね。言い方、これ言い方悪いけど、言い方悪いけど、いや言い方悪いけど、これを FIA がさ言うっていうところまでグランツーリスモが突きつけた、このなんだろうね、いやこの本当に実績っていうかさ、明らかにグランツーリスモっていうタイトルはゲームタイトルにとどまらず、いやマジで、まあ、考え方はいろんな考え方あるけど、まあ、でもある側面から見ればグランツーリスモがあったからこそモータースポーツの e スポーツ化がなされたっていうことも言えると思うもんね。やっぱりこう本当にこういろんなタイトルの中で勝ち残って
ってっていうか、もう創世期からあったタイトルだし、最初はね車のシミュレーターとして始まって、でその後に、まあ、カーライフシミュレーターといって車の楽しみの、まあ、カスタムやいろんな車を収集したりっていうことをやっぱりやってきて、そこにそれがまあ成熟するに従って、まあ、ネットワーク化っていうか、対戦っていうものができてきて、でそれがよりこうなんだろうな、進化して e スポーツに発展していくっていうね、うん、そしてそれが逆にその別の進化として遂げてきた車のね運動、まあ、物理シミュレーションとかっていう、まあ、アルファクターとかそういう、もっとね高級なシミュレーターとかの要素を組み入れて、さらにグランツーリスモ7になって進化するっていう、この流れからするとそういうバーチャルの中にモータースポーツができるような環境を作り上げた、そういう環境を作り上げたっていうのがもう本当にグランツーリスモの素晴らしい実績だし、それをもってして FIA の担当者にこれを言わせるっていう、ここはねここがすごいよね、言わせるって言っちゃう、この人たちは分かんない、言い方悪い、言い方悪いよね、まあ俺にはそう映ってるっていう個人の感想です、個人の感想でも、そこすごいよね、うん、すごいわこれ、なんと誰がやってんのこれ、すごいよね、この交渉した人すごいよねこれすごいよね本当に、いやすげえなマジで、嬉しいよね本当。なんでね、まあグランツーリスモをある意味、まあ、ゲームだと捉えて車に構えてやってるユーザーさんたちもね、まあ私のまあまあ見るとね、いろんなやっぱ多様な楽しみ方あるんですよね、グランツーリスポも。俺みたいにこう速さを追求せずにドライブを楽しむっていう、まあそれはまあ私の一つの楽しみ方を皆さんにどうですかっていう提案がしましたけれど、してますけれど、やっぱりこうなんだろうな、そういう本当にそういうこともできれば争うこともできるっていうね、うん、そういうやっぱ多様な遊び方ができる、もうまさに本当にカーライフシミュレーターとしての機能が極まったっていうところはあるかなっていうね、うん、とは思いますよね。いやもちろんまだまだね欲はありますよ我々にもね、うん、いやまあ完成したとはいやわかんない、俺は思ってない、いや期待を込めてね、もちろんまだやってほしいことたくさんあるっていう、車の楽しみはまだあるぞっていうね、そんな思いはもちろんありますけれどもね、でもその一つのステップとしてなんだろうな、車に構えてみたらね、オリンピック IOC の状況とかね、分かりますよ、私もね海外行っても仕事してますから分かりますよ、その IOC の状況とかね、FIA の状況とか分かりますけど、そんなことは関係ないとね、やっぱりこうね、今日本ではいろんなことで捕まったりとかしてますからね、オリンピックイメージ悪いですけど、いやいやもうそんなこととりあえず置いといてさ、いいじゃん、なんか俺たちやってたゲームがさオリンピック競技になるってさ、すげえじゃん、それがカートでもなくさね、草レースでもなくさね、しかもなんかスーパー GT でもスーパー耐久でもなくさ、グランツーリスモっていうこれすごくないっていうね、これは嬉しいことですよね、まだありますまだありますまだありますよ、はい、まだ1ページを何分かけて説明してんだお前はっていうね、オリンピック e スポーツシリーズ2023はライブイベントである、オリンピック e スポーツファイナル2023でクライマックスを迎えますと。まあ要は予選、各地で予選をね多分オンラインでやるのかな、ちょっと分かんないですけどね、ファイナルはそこで、まあ、やりますということみたいですね。このイベントは6月22から25、ちょうど俺いるな、ちょうどシンガポールに多分いるな、先日発表された e スポーツウィーク2023のメインイベントの一つになりますということですね。オリンピック e スポーツシリーズの重要性について IOC e スポーツリエゾングループ会長ラパルティアン氏、次のようにコメントしています。オリンピックムーブメントは平和なコンペティションで人々を一つにするものです。オリンピック e スポーツシリーズ2023はその延長で、エリートコンペティションのプレイヤーとファンの両方により多くの競技の場を提供しようとする目標を掲げています。私たちはグローバルなステージで世界のトップ選手が争う場面を見ることを楽しみにしており、健康トレーニングイノベーションにおいて共通の機会や学びを模索していきたいと考えていますと。
グランツーリスモによるレースはオンライン開催となった2021年のオリンピックバーチャルシリーズでも行われ、イタリアの、え、そうなの、え、じゃ初めてじゃないの、初めて、え、あ、でもこれグランツーリスモスポーツだよね、スポーツだよね、まあまあでも初のこれちょっと見なかったことでしょうか、これちょっと見なかったことでしょう、はい、ということで知らんかった、知らんかった、いやいやいや、知らんかった、知らんかった、ちょっとね、もうちょっと戻ってね、ちょっと面白いこと書いてあったから、ちょっと戻ろうか、戻ろうか。 FIA の人すごいね、 KPI が書いてあったんで、あの数値目標がね書いてありましたね。 FIA としての KPI ですね、これ多分ね。私たちはモータースポーツへの参加者を倍増させるという目標を掲げている。すげえな FIA って。日本の人ってあんまこういうのをやりたがらないんだよね、KPI を示さないっていうさいや、これはいいよ。だからモータースポーツをやる人を倍にしたいってことでしょ。でもまあゲームプレイヤー合わせれば簡単に倍になるよね。だからやっぱりこう低予算でできるモータースポーツのところだよね。だからまあ私はやっぱさ、まずハンコンを普及させるっていうところをやりたいと、まあ、このチャンネルではね常々と思っているわけですよ。で、まあ、逆のパターンだよね。モータースポーツをやらなくなっちゃった人たち、いろんな事情があってやらなくなっちゃなった人たちをモータースポーツへもう一回ねこう追い返すっていうか戻すという意味を込めて、がハンコンを買ったら安全ですよっていう風にして、でやっぱりそこで何かやってるとモータースポーツまたやりたいなっていう気持ちが出てくるっていうところもあってね。なんでまあ俺はちょっとそのなんだろうな、倍増させるっていうよりは、でも若者をやっぱりここに向けるっていうこともそのおっさんを育てる我々のようなおっさんたちの息子たちが興味を持つように、まあ、とりあえずおっさんたちが家にハンコン買えば、まあ、息子たちはやるじゃん、そしたらなんかこう息子がやりたいって言えばさ、おっさんも昔やってた人だからさ、んじゃあやらしてみるかみたいになるわけだからさ、まあ、そういうような俺は作戦は考えてたんですよね。なんで、まあ、ちょっとその KPI を設定してくれてるっていうのはまあいいよね、本当にすごくねいいと思います。なんでこれを目指してね、よし俺もこの KPI 乗っかろう、倍増させますわ、ハンコンの購入者を倍増させます。多分結構ね俺倍増させたと思うんだよね、2万人ぐらい俺2万人ぐらいにはハンコン買わせたような気がするよ、なんとなく。もうちょっとかな、もうちょっと買わせた気がします。少なくとも2万人もうちょっとだな、買わせたと思いますよ。10万人ぐらいは買ってくれたんじゃないかな、私の動画を見て多分ね、なんとなくこう感覚的に言ってね、はい、ということでグランツーリスモがねすごいオリンピック種目だったんだ、だったんだだったんだってこともあるけどね。さあ洗車していこうか、綺麗にね洗車していきましょう。ということで、そうか、どうやって、まあどうやって盛り上げるかね、ここからはやっぱりまあインフルエンサー、まあ俺じゃねえよな俺じゃねえよなっていう感じですけど、盛り上げ方難しいよねオリンピックね、どうやって盛り上げればいいんだろう。吹き上げていかないとな、これな、吹き上げていかないと、どうやってやる、どうやってやるんだろうね、まあ、俺が考えることじゃないけど、誰か若者、だからもともとさ、だからこの若者のインフルエンサーが出てこないっていうさ、偶然じゃなくてさ必然なんだよね多分ね、難しいとこだよねやっぱり、相対的にこう興味がないっていうか、ところからだからな、やっぱ車に興味あるのおっさんたちだけ、おっさんたちだからな、なかなかインフルエンサーが、若者のインフルエンサーが出てこないっていう問題が、まあなんだろうな、まあ俺も後継者問題みたいに感じてるんだけどね、後継者問題、早くもう若、もうこんなアホなことやってない、やってたくねえよな俺アホなことやって、後継者出てこねえかな、なんかなとは思いますよね。え、これなんか傷ついてる、ここ
あ、傷ついてるねこれ。これ研磨しなきゃダメだなこれ。あ、車泡立てない、あ、泡立てろって言われてるけど、泡が足りなかった。どこ、あ、ここ、こっちが、あ、おお、ちょっと待って、もう一回泡からやり直そう。あー、また水かかっちゃう。よし、車は綺麗です。これいいのか、窓を洗う。はい、ちょっと一回ちょっと軽く拭くか。どうする、あ、泡ついてる、泡、え、泡ついてる、泡、え、ちょっと、いやー、そうなんだよ、このSIM系インフルエンサー問題がさあって、で、SIM系インフルエンサー問題の大きな問題として、これ何、お、フラッシュライトある。 SIM 系のね、インフルエンサー問題として大きなのが、結局さ、競技見ないなんだろうな、 e スポーツ見るもんじゃなくてやるもんなんだよねって考え方があって、絵にならないんだよね。そこの問題がさ、根深いわなーっていう感じはするよね。なので、まあ俺もね、本当に、まあ、ふざけた動画しか出してないけど、なぜこうなってるかっていうとさ、ふざけたくてふざけてるわけじゃなくね、車を乾かしてください。え、どういうこと、マジか。いや、ふざけた動画しか見ないんだよ、みんな。問題あるんだよね。問題がある。ふざけた動画しか見ない問題。そうなんだよ。で、これさ、視聴率ばっかりはさ、まあ、難しいよね。難しい。本当に難しい。そうか、窓か。窓をやるって先にな。窓拭きセット。乗ったよこいつ。よいしょ。こういうふざけた動画しか見ないんだよみんな。な、見てくれないんだよなんかね俺のせいじゃねえんだよな俺のせいじゃねえ。俺も別に好きでこんなことやってるわけじゃないんだよ俺も好きで俺も好きでさ、ふざけた動画作ってるけど、いや好きでまあ正直に言っちゃってもういいですか。本当にね、燃費が悪くてね。よいしょ、本当のことを言っていいですか。本当にね、もっと私もね、かっこいいね、走ってる動画、かっこよく走ってる動画ね、タイムトライアルしたり出したいんですよ。でもね、そんな動画出してもね、誰も見やしないんすわね。それはね、もうニーズなんですわ、そういうね。もうだから、こうやりたいことができるわけじゃないんだよ。やりたいことができるわけじゃないね、求めるものを作っていくしかないってことなんだよな。そこがね、こう難しい。どうすんだっけこれ、こうか。そこが本当に難しい。求めるものを、この動画も多分求められてないんだよな。求められてる、大丈夫。でこういうところも、なんか、え、大丈夫かこれ、変な色してるけど。フラッシュライトがついてたのか。よしよし、ホイール綺麗になった。次にボディを研磨していこう。か
乾かせ乾かせ、え、どうすりゃいいのこれ。乾かす、拭きゃいいのかな。もう拭くしかねえな、ひたすら拭き上げるしかねえのか。よいしょ、いいっすか、もういいっすか。あ、拭いてないところ見えてた。わあ、全然拭いてねえじゃん。よいしょ、いやー、モータースポーツ盛り上げるのマジで大変だなと思いますね、本当に。お前のふざけた動画しか再生されないってさ、ね、本当に。まあ多分、まあみんな思うと思うんですよ、本当ね、モータースポーツの皆さん、やってる皆さんね、俺が別にね、なんか特殊なことをやってね、再生されてるわけでもないんですよ。これはみんなに選ばれちゃってんですよ。それ自慢とかじゃなくて、残念なことにやっぱコンテンツ性ってものが世の中にはあってね、そのやっぱコンテンツ性なんですよ結局は、ね、視聴者が選ぶものが面白いものっていう風にね選ばれちゃってんですよね。その問題、その問題っすわ。なのでそこをねなんとかこうクリアしないといけないっすわ。屋根吹けてないなこれ。もういいっすか、だいぶいいんじゃない、だいぶいいんじゃない、お、だいぶいい、だいぶいい、もういいっしょ、もう研磨していいっしょ、これ研磨させてください。そこはね本当にどうすればいいんですかこれ。あ、来た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 、できてるこれ。磨く前にって注意はされてるけどできてる。え、すーげえ傷だらけじゃん、傷だらけじゃんこの車。え、どこどこ、つま先立ちで拭くしかないか。お、ピコって言った。なんかわかんない。なんか終わったぞこれで。よしよし、よく見た。来た。ペースト塗って。端から順番にやらないとな。なんでね、だから。あんまりなかなか難しいんですよ、モータースポーツ倍増させるのはね、至難の技だねこれね。うん、だからもう結局さ、かっこいいから憧れるっていうことではなく、なんだろうな、参加者を増やすにはまた視聴者を増やすのと、視聴者っていうかそのモータースポーツを視聴する人、観戦する人を増やすやり方と、モータースポーツを楽しむ実際やる人を増やすっていうやり方と、やっぱりやり方違うと思うんだよね。実際ね、だから観客を増やすっていうのとさ、スポーツ人口を増やすっていうのはまた違うじゃん。だからまあ俺的にはそういう意味においてやっぱグランツーリスモの人口を増やすっていうのは簡単かもしれないよね、ある意味ね。あ、ちょっとペーストなかった、ペーストなかった、より傷ついてしまうね。え、あれ、危ねえ。
っていうことですわ。どうしたら増えるんだろうね。まあだから俺はさ、思うのは正解を見せられてもさ、速いスピードで走るのを見せられてもさ、これやってみたいって思う人は本当に少ないと思うんだよね。なんか攻略法を見せられてる感じ、スーパーマリオの。それ見てさ、やりたいと思う人いないと思うんだよ。なんかやっぱり俺みたいにこう下手くそっぽく言い方悪いな、種明かししちゃいけないけど、そなんだろうな、まあ、下手くそっぽくプレイして、ああもうちょっとこんな、もうちょっとこんなんなのにとか、やっぱ楽しそうにプレイしてさ、おすーげえ、めっちゃここ綺麗になる、めっちゃ綺麗になる、やってみたいとかさあるじゃん。そういう気持ちになるやり方ってやっぱあってさ、そういう戦略っていうのはやっぱあると思うんだよね、俺の中では。だから当然そういうことじゃんっていうさ。でもなんかちょっと日本の広告っていうのは難しいところがあるなっていうね、電通さんとかの影響なのかな、難しいところがある。なんかモータースポーツもさ、まあ未だにこう女性をなんかね使うみたいなところが、レースクイーンを使うみたいなところが日本にはちょっとあったりとかさ、なかなかないよね今ねっていうさ。うわ、ここ磨きたい、ペーストない、よいしょ、この上、いい、ここ、うーん、気持ちいい。いろんな難しい問題ありますよ本当に。そもそもレース自体がさ、広告媒体としてどうなのかっていうさ、その点ゲームはいいよね、分かりやすくて。だからなんかレース実写の広告とかさ、なんか動画とかあんまりなんかそういうのやりたくない、やりたくないわけじゃないけど、ちょっとどうなのかなって思うところがさやっぱりあってさ、なんか難しいなって思う。メーカーがあってさ、なかなかこうリアルな評価が しづらいとかさ、いろんな問題がやっぱりあってさ、よいしょ、マスキングしなくて大丈夫ですかこれ。あ、待って、この屋根ガビガビじゃんこれ。めっちゃ綺麗になった。どう？どうすか？もうちょっとやな、どこや？もうちょっとですって言われてる。ああ、ここどうだ？ここだね、ここ。よいしょ。はい、OK。めっちゃ綺麗になったわ。終わり？え？終わりっすか？写真を撮りましょう。こっち。よし、車を戻しましょう。次の車、何やる？変な色の車やりたくないな。もうちょっと明るめの車がいいんじゃない？うわー、来たねー、めちゃくちゃ来たねー、研磨してやる。まあそう言いながら皆さんやっぱりこうグランツーリスモ、まあでもどうなんだろう、みんなもうそうでしょ、みんなやっぱりこうモータースポーツもはあんまなかなか見ないっていう人もいるし、ゲームはやってもね、実写はやらないっていう人もやっぱり、なんか私もいよいよ300人超えてピカーレーシングのね
本当に大きくなってきてチームとしてね、やっぱりこう実写の話をすると、まあ、実写あんま興味ないわ、特に若者はね、まあ、実写をやるっていう考え方が概念としてなんだろうな、ないっていうか概念としてないっていうかさ、もうできない、鼻からできないと思ってるからね。だからそういう意味でおいてモータースポーツ盛り上げるのって本当に難しいなっていうふうに、なんだろう、机上の空論とかじゃなくて実際こう人を、そういう人をさ、ある程度のサンプル数見てるからさ、そういう意味においてまあ難しさっていうのは実感するっていうかね。なにこれ、なんで、ああ大丈夫か暗い、暗いだけか、びっくりした、実感しますわ本当に。でやっぱりこうインフルエンサーのところにデータとしてさ、やっぱデータ持ってるの強いんだよね我々。特にやっぱりハンコンの使用率なんてデータはないんだけど、何に興味を持つかっていうさ、ね、どの話をしだしたら離脱するとかさ、どの話をしてるときに人がたくさんなんかこうとどまるとかさ、そういうデータはもうなんだろうな、まあ、ライブやっててもあるし、もう常にあるわけよ。常にこうこの動画でもさ、ね、どこは引きつけたとかさ、一個一個のトピックに対しての視聴率がさ、確実にもうそれって、そのデータってある意味俺しか見れないわけじゃん。だからもうで それがさ、もうものすごいサンプル数世界的に集まってきちゃうわけよ俺のところに。だから それに対して、それがね見るとなんだろう、もう愕然とするっていうかさ、本当に難しいよ。だって内部ケアキット、はい、よいしょ、どれ、うわめっちゃ汚いんだけどこれ。めっちゃ汚ねえ。で何に愕然、そうだな、もうなんか本当にレースに興味ないんだよね。なんかお金稼ぐ攻略法に興味があったりとか、もうなんかもうなんか本当に本当にもうなんかレースしだしたらさ、こうなんだろう、面白おかしくレースしないとさ、本当に人いなくなっちゃうんだよね。あーちょっと待って、これダメだな、シート、これなんかシミがついてる、これシミ修理しなきゃダメだな、これ一回ちょっと後でいいか、後でいいか。そういうね問題もありますよ本当にね。なんででもさ、そういうデータがないとさ、なんか張り切っちゃう、張り切っちゃうっていうか、そのなんだろうな、なんで伸びないんだろうと思いながらもさ、やっぱこうやり続け、インフルエンサーとしてもさ、こうなんだろう、伸びてない人が やるとさ、なんだろう、その伸びてないのが自分が原因なのか、それともそのコンテンツに問題があるのかがわからないっていうさ、パターンもあるからさ、なかなかこれ本当にちょっと汚ねえなおい、これこのシミみたいなの直したいんだけど、後でやるか、わからないわけじゃん。でもまあある程度のやっぱりサンプル数が、まあ俺なんかはあると、それがもう明らかに俺のせいとかじゃなく、あ、もうなんかこのコンテンツのせいなんだなってわかるわけだから、俺がなんで細かい、なんだろうな、動画をたくさん出すかっていうのは、それはインフルエンサーとしてではなく、データが欲しいからなんだよね。これもさ、データが少、データっていうか動画数が少なくなっちゃうと、サンプル数が減っちゃうんだよね。だからもう、あ、俺はあんまりこう、なんだろうな、再生数とかにこだわれば、もっと再生数伸ばす方法はあるわけなんだけど、やっぱデータの方が貴重だと思うからさ、なんか知りたい、知的欲求の方がやっぱ、
ね、金銭的な面よりもなんかあって、でそれを思うとなんか、あ、こういうのはどうなんだろうとか、ね、こういうのはどうなんだろうっていう風に動画をやっぱ多様な動画を幅広いジャンルで出していくっていうことをやると、本当にこうデータのサンプル数がめっちゃ取れて、今までさ広告っていうものはある程度なんか適当まあテレビの時代はまあテレビの人たちには悪いけど、ある程度もうしょうがない適当だったじゃん。でもさやっぱ違 う、 もう今はもう確実に変わってきてさ、特にまあインフルエンサーであるね立場になってみたらさ、本当によくわかるわけ、それが。うちにもあるな、これこの機械うちにあるんだけど、よいしょ。だからそういうデータをさ、俺の中ではさ、そういうデータ持ってませんよねってことなんだよ持ってませんよ。外汚れなあ、外汚れちゃったじゃん。なんで吹いてない、吹いてないか、俺吹いてなかったっけあれまあいいか。だからモータースポーツを盛り上げるって、そういうデータもなしにさ、どうやって盛り上げるんだっていう、そのやっぱりちゃんとこうデータを元にやらなきゃいけないことじゃん。よし、次窓洗っていこうっていうね。だからデータを持ってる俺に聞いてくれよって思うんだよねいやもうだっていやいや、まあ俺がそういうなんかあれをしろよっていう、営業しろよとかそういうサービスしろよっていう話はもちろんあるけど、まあ、そういう問題点もあるよな。やっぱリサーチ会社以上にデータ持ってるもんね、正直っていうのはある。それをやっぱりこう、まあ難しいよね、今までの慣習から言ったらさ、こうなんだろうな、電通さんが偉くてさ、そういうデータをまあ電通さんが抑えてたっていうのがあるし、むしろそういうのをあんまり出さない文化みたいな、なんか成果を評価しちゃいけないみたいなさ、なんかそういう文化すら感じるけど、俺なんかやっぱりそういう数値的な結果を出したいっていう思いが強いからさ、そのためにはってことをひたすら考えるわけで、でまあなんかそれに対する正当なさ報酬が欲しいって思うわけじゃん、当然ね。これだけの効果を出せてるっていうことだから、ね、それに対の報酬が欲しいっていうふうに、まあ、思っちゃうんだけどね。え、で何次、ホイールだった。だから本当になんだろうな、日本の広告というかメーカーはさ、評価する能力ないよね、それをね、やっぱり。その問題点はあるな、と思いますね。やっぱハンコンメーカーも何が原因で売れたかっていうさ、明らかなデータがあるんだけどさ、俺の中では。やっぱりそれをこう正しく評価しようとしない、なんか売れたのは技術力のおかげみたいなさ、なんか我々の製品がいいからみたいなさ売れなかったら広告のせいみたいな、なんか人って面白いよね、なんか先入観にとらわれて評価するからさ。でもやっぱ海外の業者っていう、まあだから一部の本当に完璧にリサーチしてくる会社はさ、リサーチャーがちゃんといるような会社はすごいよね。
まあ俺の評価すごい高いよね。あのそういう意味でちゃんとデータに基づいて俺やってるからさ、どういう効果があるかもさデータで明らかだから、そういう会社はとはなんかちょっとお付き合いしやすいよね、うん、でもなんかこう製品が売れる理由がさ、技術力があっていいものは自然と売れるみたいなさ、なんかそういうのって世界的にあんだなって思っちゃうよね、うん、でなんかこういまだにこう広告主、広告料、広告はなんかなんだろうな、こう接待と裏金の世界じゃないけどさ、なんかちょっと怪しい世界、なんかやっぱね、電通とあれに入ったような、ああいうなんかさ、なんかこうそういうなんかちょっと怪しさが若干あるわなっていう業界だよなみたいな。俺なんか全然違う業界だからさ、なんかでなんか数値にこだわる、数値っていうかそのこれ拭かないとできないんじゃない、拭かないと、あれほら、どれだっけ、これか、どこ拭く全部拭けって言われた、全部拭けって、だからそういうところがやっぱちょっと広告は日本で広告するの難しいなと思うよね、本当。データがあるからこそ誰も分かってない、誰も分かってないわけじゃないけど、分かってない人が多いなって思うな。いやメーカーの人とかさそういうのはいいんだけどさ、やっぱこう広告代理店とかさあんまり批判しちゃいけない。ね、電通のバリバリの、いや分かっててやってるってとこあるのかな、分かんないけど、まあ付き合ったことないから、全く付き合ったことない、まああのこの業界でね、あのインフルエンサーとして付き合ったことない、まあ、知り合いはいっぱいいるというか、うん、電通の幹部の人結構知り合い多いけど、あの別の意味で、でもやっぱなんか聞いてる話というか、その人たちの聞いてる話とか、まあね、昔からやっぱよく知ってるけど、面白いよね、まあ、そういう文化、日本のこう広告文化っていうか、まあ歴史があるよね本当に。インターネット広告が受け入れられるような文化ではないっていう、ことも分かる、分かった上でこう、なんだろうな、そういうのをなんかある意味知ってるというか、むしろなんかそういうね、渦中にいた人間がインフルエンサーとしているっていうのが面白いよね、これ面白いと思うんだけど、よいしょ、どんな感じですか、全然ですね、ですか。まだだ。拭くのめちゃくちゃ大変なんだけどこれ。そんなにないね、傷。え、そんなに、ああ、前か。まだっすか？え、どこっすか？どこ？
ここもこういうとこ傷つく。ああここもない。ああ下回り、ああすごいわ。こっち側も？ここもですか？こっち側なんでこんな傷傷になっちゃった？俺の車、俺の車じゃねえけどなんかある動画でアメ車ゴミって言ったらめっちゃ怒られたんだけどめっちゃ怒られた。そうは思ってない。まあネタで言ってるわけじゃないけど、シート修理する。はい、あそうか、シートさっき言うな、あれしてたやつだ。シートシートシート、窓拭き兼、あれどれだっけ、なんかカーシートキット OK。 これでこれこれです。これで兼まして、ここも検査して、塗っちゃうんだろこれヤスリで削って塗っちゃうって、大丈夫なのかこれ、大丈夫なのかこれ、本当にそういう直し方で平気なのこれ。こういうなんか日本の悪しき慣習みたいなさところって、え、ちょっと待って、これ上行くのどうしたらいいですか。え、上行くのにどうしたらいいか。え、これすいません、上、え、え、まあいいか、ここ濡れない、濡れ、え、ちょっと待って、これ、え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 、上に、え、あ、こうか。めっちゃ綺麗。え、え、シートもう一個、よいしょ、悪しきか良きか分かんないけどね、慣習ってあるよな日本の。まあ、いろんな国で仕事してきたけど、日本だけっていうわけじゃないよね。そういうのは本当にもっと露骨にあるところもあるよね。どこと言わんけど、うん、まあ、この国ではまあ無理っていう、 むしろうわけめっちゃ綺麗だった、はい、日本人はまあ無理っていうところもあるよね。うん、綺麗綺麗、 OK、 いいと思います。はい、ということでね、やってきましたけど、何の話だっけ、グランツーリスモ7 何の話か、もうすでに1時間も喋っちゃってるからさ、何の話かすでに忘れちゃったんだけど、あのグランツーリスモ7オリンピックなりましたってことで、まあね、こういうのやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。